こんばんは、おはようございます。本日はですね、株式会社ユーザーローカルというですね、まあ、ビッグデータ解析等のサービスというところを提供している非常に財務が健全で、あのどん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 今成長していて、利益率も高い銘柄をご紹介させてください、まあ。軽くファンダメンタルの方をご紹介いたしますと、まず自己承認率が90%という形で、まあ、財務 あの非常に健全ですね、まあ。PR 若干高いですけども、えー、時価総額化災で351億っていうところで、まあ小型株に入るのかなと思います。東、ま、証、あ、一部に上場してますけども。売上高成長率が直近、えー、5年で20.9%とですね、驚異的な、えー、スピードで成長し続けておりまして、営業利益率もですね、なんと赤色のところですかー41.2%という形で、利益率も非常に高いビジネスというところを提供しておりますと。 EPS、BPS、はい e、ですね、一株当たりの純利益、一株当たりの純資産というところも右肩上がりに成長しておりまして、ファンダメンタルは文句なしのですね、有料銘柄になってますと。また、テクニカルのところも見ていきましても、えっと、これ上場したところが2017年ぐらいに上場しておりまして、その時はちょっとビッグデータ、すごいテーマだったのに7000円ぐらいつけておりまして、そこから大きく下落をし、大体いい5000円ぐらいのところですかね、支持線がありますけども、ここが、あの、 上値のところになっておりまして、ここ何度かタッチしているところがある,あると思うんですけども、まだ5000円、えー、と超えてきていないっていうのが、えー、と現状ですが、業績が非常に良いので、えーと、近いうちに5000円超えてくるんじゃないかなっていうのが私の思いですかね。今、あの上値の部分引きま,ましたけども、えー、と支持線ですかね。まあ、株価をサポートする線っていうところ、えー、支持線になりますが、こちらライン引いていくと、これが右肩代わりにです、ね、上がってきておりますので、だんだん支持線の幅、えっ、ー、と、 支持線のところが高くなってきているというところで、まあ、今年中ぐらいにはこの、まあ、三角持ち合いではないですけども、えーとまあ、5000円ぐらいのところに来てからですねその後上にブレイクアウトするんじゃないかなとは思ってますはいで上にブレイクしたらもう上々来新高値まあ上々来新高値はこっちですけどもどん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 またあの上上がっていく力がありますので、まあ、なぜならばファンダメンタルが非常に良いからですね、はい、業績が非常に好調なので超、えー、えてくるんじゃないかなというところで今回ちょっとご紹介させていただきました でざっくりやっていることなんですけども、まあ、大量のビッグデータですかね、データっていうところを蓄積し、解析し、可視化っていうところで、えー、とサービスを提供しておりますと、まあ、このビッグデータの業界っていうのはですね、まあ、データがたまればたまるほど AI とかでですね、サービスの品質っていうところが上がりますで、サービスの品質が上がればお客さんがですね、どんどん増えていくっていう形で、お客さんが増えればさらにデータが増えるっていうところで、この性の循環が回っていますので、あのー、非常に業績だとか、 財務だとかいい会社さんっていうところが多いイメージがありますね。うん。<laughs> はい。で、えっと、やっているサービスですけども、ユーザーインサイトという形で、PC だとかスマホサイトの使いやすさっていうところを改善するアクセス解析ツールになってますと、まあ、どういう部分がよく読まれていたりだとか、どういうところの閲覧質が高いなのか、エリアごとの閲覧,閲覧率ですかね。 でどこが読まれているだとか、クリックされた場所等をですね解析してくれている、えー、サービスだったりだとか、まあ、SNS のデータを分析するショーソーシャル解析ツールっていうところもですね、まあ、昨今 SNS のマーケティングっていうところがですね、まあ、非常に重要な、企業としても重要な位置づけになっておりますの、ね、で、こういうところもですね、どんどん重要上がってくるのかなと思ってますと。 あとは、えー、サポートチャットボットっていう形で、えー、と,、まあテレえー、とこの中でテレワークとのですね、えー、推進、オンラインシフトというところが起こってきておりますけども、こういうところに伴いまして、やっぱりあの24時間リアルタイムで応答してくれるようなサービスというところの需要も上がってきているというところで、まあ、サポートチャットボットというところも、えー、今上げてきていますと。 はい、まあ、このようなですねサービスというところを行っている会社さんになっておりまして、えっと、使っているところ観光庁、まあ、もちろん、えー、出走官邸ですかね、えー、総務省等をはじめておしてパナソニックだとかのメーカーさん、えー、どこも KDDI、えー、ヤフー、楽天等のですね ICT 系あと y o u t だとかマ、まあ、ネックス証券、あと JCB もですかねっていう金融機関系 あ,あとメディアその他っていう形でさまざまなですね業種の方で使われているっていうところが特徴な会社さんになってますと約2000数百の幅広い企業っていうところで導入しているっていうところでですねお客さんも今増え続けていてかつ、えー、売上高っていうところも述べている会社さんになってますで今回決算単身を読もうかと思ってるんですがどうしようかなあもう一個ですねあります あの経営指標がいいですよという話とあのチャート的にもですねそろそろ上にブレイクするんじゃないかなという話ともう一個ですねありましてあの IR ニュースを見て、えー、きたんですけども今までですね成長株、えー、とどん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 今、成長フェーズになるので配当金とか出しませんよというところだったんですが、えー、配当の方がですね0円から5円の、えー、と配当というところがついてます、はい、0円から5円ですねというところについておりまして配当金も 出てきてきかつ株式分割だとか、えっと、っ自己株式処分ですかね、えっとっいうところも行って株主還元への意欲というところも高くなってきているというところがありますねでこれ何がですねうんといいのかと言いますと個人投資家にとっていいのかと言いますとこ有価証券報告書の方を見まして株主数っていうところを見ていくとですね、えっと、個人が約8割ですかね 日本の個人投資家っていうところが8割、えー、と株を保有してるんですけども、大株主見てみ見ると、伊藤さんっていうところが53.36%で、まああの、約発行株式数のです、ね、半分っていうところを伊藤さんが持ってます。でこの伊藤さん誰かと言いますと、勘、まあのいい方はもちろん分かっていると思いますけども、社長さんですね。はい、あの社長さんの方があが約です、ね、半分あの株式を保有しておりますので、えーとですねまあ、例えば今これ。 あの伊藤さん社長さん、えっと、400万株ですかね株持ってるんですけどもあの5円先ほど配当を出しましたよって形になりますので4 0 0ける5って2000万ですよねなので毎年2000万ですね配当金入ってくるんですよね、まあ、こういう形で、まあ、配当だとかっていうところの株主還元っていうところも、まあ、もろあの自身、まあ、つあの具体的に言うと社長の方にですね配当金の方があのめあの返ってくるので結構株主還元欲っていうところも高いかなってこの会社は思ってます はい、なので今後のですね株主還元威力っていうところも、えー、と個人的には注目しておきたいポイントですかね。 という形で、えっと、軽く決算短信ご説明いたします、えー。これですかね。はい。えっと、第3クォーターの決算になっておりまして、売上高、営業益ともに増収、増益という形で非常に好調ですね。1株当たりの4波き純利益ところも41円から53円という形で、しっかりと、えー、33%ぐらい増えてますと、えー、財務状態も文句なちの、えー、自己勝利率90%超えという形になっておりまして、えっと、 まあ、ちょっと高すぎますので、まあ、もう少しですね、えっと、株主還元等をして自己資本率減らしてもいいのかなというのは個人的には思いますが、まあ、財務自体はですね、文句なしの健全な、えー、会社さんになってます。もちろん銀行からのですね借り入れもないので、有利負債はゼロです。で配当の状況の方は、えっと、先ほど申し上げたとおり0円から5円という形で初めて配当が出てきてます。通気予想ですかね、売上高が20億という形になっておりまして、えっと、こちらの会社さんですね、SARS 先ほど調べたんですけども SARS ですね必要な機能っていうところを必要な分だけサービスとしてお客様に提供している、えー、サービスですかねサービスの方をお客様に提供しておりますのであの、まあ、月額とかで、えー、と必要な機能っていうところの分のお金を取ってると思ってますと、まあ、ですので、えー、と決算としましてもあの特に紙機に 決算の売上高が寄ったりだとか、まあ、下期返帳型とかっていう、えー、と、決算内容ではなくて、まあ、単純に月額のお金がですね、このユーザー,ローカ下ーに入ってくるっていうふうに考えますと、まあ、普通に売上高の方を割る算してかけるようにすれば、通期予想になるのかなと思っておりまして、割る算してかけるようにすると大体20億くらいっていう形で、まあ、通期予想も20億着地になっておりますので、まあ、第4クオーターにかけてですね、えっ、ー、と、ここの売上高の予想っていうところは大きくずれないんじゃないかなと思ってます。 まあ月額の、まあ、サ,サービスですけど、ストックビジネスモデルっていうのは、あの通気予想とかもですね、建てやすいところがありますので、まあ、一定、まあ、企業数かける月額の収入っていうところがあの売上高になりますので、建、まあ、てやすいという形になるので、まあ、そんなにここは、えーと、情報修正とかはあまりないのかなっていう印象です。まあ、営業利益に関しては、えー、情報修正あるかもしれませんけども、売上高はそんなにないですかね。はい、という形でですね、 えっとこれ4ページしかないんですけどもあんまり他は気になるところはございませんでしたので計算男子の解説とところは以上とさせてくださいはいまあ増収増益っていうところで財務もよし配当金も5円出てきて株主還元っていうところも意識されている会社さんになってますとあとですねやはりあのビッグデータ解析っていうところであのお客さんが増えれば増えるほど データがたまり、データがたまればたまるほどサービスの品質が上がり、サービスの品質が上がれば上がるほどお客さんが増え、お客さんが増えれば増えれば増えるほどデータがさらにたまるという形で、あの性の循環モデルというところの、えー、ビジネスモデルを持っていて、かつですね、利益率が40%を超えている高い、えー、ビジネスモデルを有していますので、うんとこのユーザーローカルですね、はい、あのタイミングが合えば私も浮遊はしたいかなと思っています。 まただ PR 的に言いますとですね、まあ、64.8倍っていう形で、他の会社さんとかと比べると、まあもしかしたら割高っ,って思われてる方も多いかもしれませんが、うん、まあ今後の成長性を加味しますと、まあ、この64.8倍っていうところは、まあ、うん、高くても仕方ないのかなって思います。こんだけ業績だとかが良ければですね。はい、っていう形で、まあ今後に期待したいあの銘柄っていう形でご紹介させていただきました。 えっと本日は以上となりますありがとうございました失礼いたします